稲作。稲作とは、稲、等を栽培することである。主に米を得るため、北緯50度から南緯35度の範囲にある世界各地域で稲作が行われている。現在では、米生産の約90%をアジアが占め、アジア以外では、南アメリカのブラジルやコロンビア、アフリカのエジプトやセネガル、マダガスカルでも稲作が行われている。 稲の栽培には、水田や畑が利用され、それぞれの環境や需要に合った品種が用られる。水田での栽培は、水稲、二十歳の栽培は、おかぼ、陸稲、おかぼと呼ばれる。収穫後の稲からは、米、米ぬか、ぬか、もみ殻、わらが取れる。これらは、再利用できるような資源でもある。稲作が広く行われた理由として、などが考えられている。 稲作の起源は2017年現在、考古学的な調査と野生島の約350系統の DNA 解析の結果、約1万年前の中国長江流域の水見南省周辺地域と考えられている。かつては、雲南省の遺跡から発掘された4400年、前の資料や遺伝情報の多様性といった状況から、雲南省周辺からインドアッサム州周辺にかけての 地域が発祥地とされていた。超高流域にあるわらじ山遺跡のプラントオパール分析によれば、約6000年前にその地ではジャポーニカ米が栽培されており、インディカ米の出現はずっと下るという。野生島集団からジャポーニカ米の系統が生まれ、後にその集団に対して異なる野生系統が複数回荒廃した結果、インディカ米の系統が生じたと考えられている。 中国では、紀元前6000年から紀元前3000年までの栽培痕跡は、高賀流域を北限とした地域に限られている。紀元前3000年以降、山東半島先端部にまで分布した。日本では、岡母栽培の可能性を示すものとして、岡山の浅根、美海塚から約6000年前のプラントオーパー,アールが見つかっており、また南高州遺跡からは、 約3500年前のモミの跡がついた土器が見つかっている。水田稲作に関しては、約2600年前のタ畑遺跡の水田跡がある。水田稲作の伝来経路としては従来、朝鮮半島経由説、港南説、南方経由説の3説があり、現在も議論が続いている。後日、なお、稲のプラントパールは20から60ミクロンと小さい。 ため、即座に発見地層の年代を幸いの時期とすることはできないが、鹿児島県の遺跡では1万2000年前の薩摩火山灰の火層から稲のプラントオパールが検出されており、これは稲作期限地と想定されている中国朝光流域よりも古い年代となっている。両東半島で約3000年前の炭化前が見つかっているが、朝鮮半島では、 稲作の痕跡は見つかっていない。水田稲作に関しては、約2500年前の水田跡が、松菊里遺跡などで見つかっている。研究者の河本は、最古の稲作の痕跡とされる前7世紀の金岩、里遺跡の稲は、岡ぼの可能性が高いと指摘している。東南アジア、南アジアへは、紀元前2500年以降に広まった。その担い手は、 オーストロネシア語族を話すハプログループ OM95 に属する人々と考えられる。トルコへは、中央アジアから乾燥に比較的強いオカボが伝えられたと考える説や、インドからペルシャを経由し水筒が伝えられたと考える説などがあるが、十分に研究されておらず未解明である。栽培史の解明は、不十分とされているが、 現在のアフリカで栽培されている稲は、地域固有の栽培棟、アフリカ稲オーイザ・グラベリマとアジアから導入された栽培棟、アジア稲オーイザ・サチバである。アフリカ稲の栽培開始時期には、諸説あり2000年から3000年前に、西アフリカマリ共和国のニジェール川、内陸三角州で栽培化され、周辺国のセネガル、ガンビア、ギニアビサウの沿岸部、 シエラレオネへと拡散したとされている。アジアイネの伝来以前のアフリカでは野生化していたアフリカイネの祖先種と考えられる一年生種、オーバーティとト多年生種、オーロンジェステミノタなどが利用されていた。近代稲作が普及する以前はアフリカイネの浮稲型やオカボ型、アジアイネの水筒型、オカボ型が栽培地に合わせ選択栽培されていた。 植民地支配されていた時代は、品種改良も行われず、稲作技術に大きな発展はなく、旧来の栽培方式で行われた。また、利水管外施設が整備される以前はオカボ型が70%程度であった。植民地支配が終わり、利水管外施設が整備されると低収量で、脱流しやすい。アフリカイネは経営されアジアイネに急速に置き換わった。 1970年代以降になると、組織的なアジアイネの栽培技術改良と普及が進み生産量は増大した。さらに、1990年代以降は、アフリカイネの遺伝的多様性も注目されるようになり、鉄化上障害体制、大病性の高さを高収量性のアジアイネに取り込んだ新品種、ネリカマイが開発された。ネリカイの特性試験を行った藤巻らは、 陸島品種の豊旗餅と比較しネ、ね、リカベ対体性は同等であるが体炎性は劣っていると報告している。ローマ帝国崩壊後の7世紀から8世紀にムーア人によってイベリア半島にもたらされバレンシア近郊で栽培が始まった。しばらく後にはシチリア島に伝播し、15世紀にはイタリアのミラノ近郊の防火流域で主に粘り気の少ないインディカ種の水田稲作が 行われる。16から17世紀には、スペイン人、ポルトガル人により、南北アメリカ大陸に持ち込まれ、プランテーション作物となった。日本列島における稲作は、弥生時代に始まるというのが、近代以降20世紀末まで歴史学の定説だったが、学説としては、縄文時代から稲を含む農耕があったとする説が何度か出されてきた。 宮城県のマス囲い貝塚の土器の底に、揉みの圧根がついていたことをよりどころにした。1925年の山内起用の論文。石器時代にも稲ありが、その早い例だが、後に、本人も、縄文時代の稲作には、否定的になった。瓦けについた揉みの跡は他にも、数例ある。1988年には、 縄文時代後期から晩期にあたる青森県の風張遺跡で約2800年前と推定される米粒が見つかった。縄文稲作の証拠として有力な考古学的証拠は縄文時代後期約3500年前に属する岡山県南高州遺跡や同県津島岡大遺跡の土器体土内から出たプラントオパールである。砕いた土器の中から出たプラントオパールは 他の土層から入り込んだものではなく、原料の土に製作時から混じっていたと考えられる。しかし、これらについても疑問視する研究者もいる。米粒は外から持ち込まれた可能性や、土壌中のプラントオパールには、格乱による混入の可能性もあるとされる。このような指摘を受け、2013年にはプラントオパール自体の年代を測定する方法が開発されている。 否定的な説を取る場合、確実に稲作が始まったと言えるのは稲作に伴う農具や水田種が見かる縄文時代晩期後半以降である。これは、弥生時代の稲作と連続したもので、本項目でいう縄文稲作には縄文晩期後半は含めない。プラントオパールを縄文稲作の証拠と認める場合、稲作らしい農具や水田を伴わない。 栽培方法を考えなければならない。具体的には、畑で栽培するおかぼである。特に焼き畑農業が注目されている。縄文時代晩期の宮崎県総電遺跡の土壌からは、ジャポニカ種のプラントオパールが得られた。現在まで引き継がれる、水筒系の温帯ジャポニカではなく、おかぼが多い熱帯ジャポニカが栽培されていた、可能性が高いことが指摘されている。水筒。 温帯ジャポーニカ加工作が行われる、弥生時代より、以前の稲作は、おかぼとして長い間栽培されてきたことは、宮崎県上野原遺跡出土の資料からも、類推されていた。栽培穀物は、稲、大麦、小豆、泡であり、これらの栽培穀物は、後期、末期、炭素年代測定で4000から2300年前に、属する。 農学者の安藤光太郎によって提唱された、中国の長江下流域から直接に稲作が日本に伝播されたとする説。考古学の観点からは、八万一郎が稲作と弥生文化、1982年でクレスワイ七国の乱の避難民が港南から津島海流に沿って北九州に渡来したことにより伝播した可能性を述べており、津島暖流ルートとも呼ばれる。 本節は下記に述べる生科学分野からのアプローチからも指示されている。2002年に農学者の佐藤陽一郎が著書、稲の日本史で中国、朝鮮、日本の水筒、温帯ジャポニカの SSR マーカー領域を用いた分析調査で SSR 領域に存在する RMA から H の8種類の DNA 竹を調査し、中国には r m 1 a 1の8種類があり、 RM1B が多く、RM1A がそれに続くこと。朝鮮半島は RM1B を除いた7種類が存在し、RM1A が最も多いこと。日本には RM1A、RM1B、RM1C の3種類が存在し、RM1B が最も多いことを確認。RM1A は東北も含めた全域で、RM1B は 西日本が中心であることから、日本の水筒は、朝鮮半島を経由せずに、中国から直接に伝播した RM1B が主品種であり、高南ルートがあることを報告し、日本育種学会の追試で再現が確認された。さらに、2008年には、農業生物資源研究所が稲の粒幅を決める遺伝子 QSW5 を用いて、 ジャポニカ品種日本バレとインディカ品種、カサラスの遺伝子情報の解析を行い、温帯ジャポニカが、東南アジアから中国を経由して、日本に伝播したことを確認し、論文として、ネイチャー・ジェネティクスに発表している。柳田国雄の最後の著書、海上の道で提唱した、中国の長江下流域からの南西諸島を経由して、稲作が日本に伝播されたとする説である。 石田栄一郎、蟹広明、安田義則、梅原武などの民族学者に支持され、佐々木孔明が提唱した、商用樹林文化論も、柳田の南方系輸説の強い影響を受けている。北里大学の大田博樹准教授、人類集団遺伝学、分子進化学は、下古の遺伝子と称されるアルドに、新型アルデヒド、脱水素酵素遺伝子多けの分析から、 稲作の技術を持った人々が中国南部から沖縄を経由して日本に到達した可能性を指摘している。考古学の観点からは沖縄で古代の稲作を示す意向が出土していないため関心が低いが生科学の観点からは渡辺忠世や佐藤陽一郎が岡保、熱帯ジャポニカの電波ルートとして柳田の仮説を指している。 青森県の砂沢遺跡から水田遺構が発見されたことにより、弥生時代の前期には、稲作は本州全土に伝播したと考えられている。古墳時代に入ると、農耕具は石や青銅器から鉄製に切り替わり、稲の生産性を大きく向上させた。土木技術も発達し、マムタ包みなどの灌漑用のため池が築造された。大和朝廷は日本を、 豊か吉原の水保の国、真意によって稲が豊かに実り、栄える国と称し、国家運営の基礎に稲作を置いた。朝廷は水田を上理性によって区画化し、国民に一定面積の水田を区分田として割り当て、収穫を納税させる、反田収受制を652年に実施した。以後、租税を米の現物で納める方法は、 明治時代の窒素改正に至るまで日本の租税の基軸とな、稲作儀礼も朝廷による新滑祭、り、大城祭などが平安時代には整えられ、民間でもタラガなどが行われるようになった。大分県の多支部装は平安時代の水田機構を現在も残す集落である。鎌倉時代になると西日本を中心に牛場港が行われるようになり、 その糞尿を利用した給費も普及していった。また、東日本を中心に水田に夏に、水田で水稲を栽培し、冬は水を落とした、二十地下にして、麦を栽培する水田の米麦に猛作が行われるようになった。室町時代には、日照りに強く降水量の少ない土地でもよく育つ、洗浄島が中国から渡来し、降水量の少ない地域などで生産されるようになったが、 味が悪いためか、あまり普及しなかった。戦国時代になると、大名たちは、神殿開発のための大規模な工事や、水害防止のための河川改修を行った。武田信玄によって築かれた山梨県鎌梨川の、源包堤は、その技術水準の高さもあり特に有名である。また、農業生産校の把握するため検知も行われた。 天下を掌握した豊臣秀吉が全国に対して行った大閤検知によって土地の稲作生産量を石という単位で表す国高制が確立し農民は国高に応じた租税を義務付けられたこの制度は江戸幕府にも継承され武士階級の格付けとしても国高は重視されていた江戸時代は人口が増加したため犠政者たちは 利根川や品野川など手付け数だった大河流域の湿地帯や氾濫源で神殿の開墾を推進し、傾斜地にも棚田を設けて、米の増産を図った。幕府も見沼大用水や深原用水などの農業用用水路も盛んに設けたり、諸国山川を沖てを発して、山林の伐採による土砂災害を防ぐなどの治水に努めた。その結果、十六世紀末の高地面積は、 全国で150万兆部、米の生産量は約1800万国程度だったものが、18世紀前半の原禄並びに、強法時代になると、高地面積が300万兆部、生産量も2600万国に達した。農業知識の普及も進み、宮崎安定による日本最古の体系的農書である、農業全書や大倉長常の農具便利論などが出版されている。 地方農村では、二宮尊徳や大原遊学、渡辺尾野松などの農政学者が活躍した。農具も発達し、備中具はや穀物の選別を行う戦国同士、脱穀の選馬古器などの農具が普及した。肥料としては人間の排泄物が利用されるようになり、京安のお触れ書きでも、接近を用意して、糞尿を集めるように進めている。また、江戸時代は、寒冷な時期が多く、 山瀬の影響が強い東北地方の太平洋側を中心に飢金も多発しており、江戸時代からは北海道お島半島で稲が栽培され始まったが、その規模は微々たるものであった。明治時代に入ると柔らかい湿地を人間が耕す方法から固い土壌の水田を牛や馬を使って耕す方法が行われるようになった。 肥料も排泄物ではなく、魚皮や油かすなど金皮と呼ばれる栄養価の高いものが割れるようになっていった。交通手段の発達を背景に各地の特農家、老農の交流も盛んになり、江戸時代以来の在来農業技術の集大成がなされた明治農法。ドイツから派遣されたオスカル・ケルネルラによって西洋の科学技術も導入され農業試験場などの研究施設も創設された。 稲の品種改良も進み亀の王などの品種が作られた。江戸時代から北海道道南の大島半島南部では稲作が行われていたが、明治に入ると東欧の石狩平野でも栽培されるようになった。中山急蔵などの農業指導者が寒冷地で稲作を可能とするために多くの技術開発を行い、かつて不毛のデータン地が広がっていた石狩平野や、 上川盆地は広大な水田地帯に変じ、東央水田地帯、新潟県と十業を争う米どころへ変化していく。こうして、昭和初年には、米の生産口は、明治11から15年比で2倍以上に増加したが、それにもかかわらず、昭和初期には、幕末の3倍近くにまで人口が膨れ上がった、ことにより、日本内地の米不足は深刻であり、 朝鮮や台湾からの米の輸入で不足分を賄うありさまとなった。戦後、国内生産が軌道に乗ってからは政府が米を主食として保護政策を行ってきた。不作を除いて輸入を禁止し流通販売を規制した。自主流通米は量を制限し政府買い上げについては買い上げ価格より安く赤字で売り渡す逆剤屋により 農家の収入を維持しつつ、価格上昇を抑制する施策を取ってきた。農間期に行われていた出稼ぎは、稲作に機械化が進み人手があまりいらなくなったため、母ちゃん、じいちゃん、ばあちゃんのいわゆる、三ちゃん農業が多くなり、通年出稼ぎに行く一家の主が増え、専業農家より、兼業農家の方が多くなった。1960年代以降、 食生活の多様化により一人当たりの米の消費量の減少が進み、1970年を境に米の生産量が消費量を大きく超え、米余りの時代に突入、政府によって減産政策などの生産調整が行われるようになった。品種改良は当初体幹性の向上や収量増を重点に行われた。 近代的育種手法で育成された稲の先駆けである、陸132号は、体幹性が強く、多種量品種であったことから、昭和初期の大例外の救世主となり、その子品種である、水糖農林1号は、第二次世界大戦中、戦後の食料生産に大きく貢献した。特筆すべきは、陸132号、農林1号は食味に優れた品種でもあったこと、 その系統を引くコシヒカリなど冷涼地向きの養殖未品種が普及することにより、日本の稲作地帯の中心も新潟県、東北地方北部、そして北海道へと徐々に北方に移っていき、日本の稲作地図を塗り替えることになった。米余りとなった1970年以降、稲の品種改良においては、従来重点を置かれていた体幹性や大病性の強化から、 食味の向上に重点を置かれるようになった。1989年から1994年の間、農林水産省による品種改良プロジェクトスーパーライス計画が行われ、ミルキークイーンなどの低アミロース米が開発された。近年は西日本を中心に猛暑日が増え、高温による稲の登熟障害や米の品質低下が問題となっている。対高温品種の育成、 高温条件下に適合した稲栽培技術の確立が急がれている。気候的に可能な場合は、未消策も行われている。稲の水田による栽培を水田稲作と呼び、水田で栽培する稲を水筒という。に水を張り、水田、そこに苗を植えて育てる。日本では、種、種もみから苗までは土で育てる方が一般的であるが、 東南アジアなどでは水田の中に種もみをまく地域もある。深い水深で人の背丈より長く育つ栽培品種もある。畑よりも水田の方が品質が高く収穫量が多いため定期的な雨量のある日本ではほとんどが水田を使っている。水田による稲作は他の穀物の畑作に比べ連作障害になりにくい。畑で栽培される稲を おかぼ、陸棟、おかぼという、水棟ではほとんど起こらないが、同じ土壌で、おかぼの栽培を続けると連作障害が発生する。はじめに田畑に直に種もみをまく、直まき栽培と、仕立てた苗を水田に植え替える縄城、縄城,城、苗城、栽培がある。省力化を主な目的とした水田や畑を耕さないまま、農作物を栽培する農法である。 生産コスト低減と終了安定を目的とした栽培方法。普及難解の栽培方法で、工作者による差や地域差を抑え平均した生育、終了が期待できるとして期待されているが、地域の利水圏、水利観光など導入に際し解決すべき問題も多い。稲作文化は稲を生産するための農耕技術から、稲の食文化、稲作に関わる。 儀礼祭祀など様々な要素で構成されている。農耕技術では、稲作のための農具や収穫具、動物を用いた、蓄力利用や、水田の形態、田植えや肥などの栽培技術、虫追いや鳥追い、かかしなど、鳥獣よけの文化も存在する。また、ほかりした後の藁は、様々な用途があり、藁細工や信仰とも関わりが深い。食文化では、かゆや怖い。 餅やち巻きなど多様な食べ方、調理法が存在した。また、高倉などの貯蔵法や、醸造して、酒にするなど幅広い利用が行われていた。水田の光景は、日本の伝統的文化の一つといえ、日本人と稲作の深い関わりを示すものとして、田遊び、田植え、田植え踊り、おたまつり、おた植え、たいひとし、豊作を祈るための多くの予習儀式、収穫祭、 民族芸能が伝承されている。宮中祭祀においても天皇が皇居のお田で収穫された稲穂を天照す大神に捧げ、その年の収穫に感謝する新滑祭りが行われている。なお、漢字の年は、もともとは、のぎ、千と表記された字で、部首に、のぎが入っている点からもわかるように、稲を栽培する周期を一年に見立てていた。5おさむき